はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はまたまた新しいシリーズですね。初心者に向けての30分を目指しての楽曲の構成作り、これをお話ししていきたいと思います。村長のミュージックスタジオ。DAW の方はほぼどんな DAW でもコードトラックが使える DAW だったら応用は効くと思います。皆さんのお手持ちの DAW でチャレンジしてみてください。今回僕はスタジオ1を使います。サムネイルにも書いてますように With You Jam と書いています。強制ではないにしろ、生徒さんや仲間の DTM を始めたい人にはU Jam をいくつかは必ず買ってもらうような構成にしています。なぜそんなことをするかと言いましたら、やはりなかなか曲を作るというのは時間のかかる勉強です。大抵はだいたい半年ぐらい経ってようやくできるようになったかなという、そういう方が多いと思うんですけれども、僕はもう次の日からこのやり方をやれば30分から1時間ぐらいまでの間で曲の構成が必ずできる、そういうふうなレクチャーの仕方をしています。そうでないと DTM をやりかけた人の 80% は挫折すると言われています。それは悲しいことです。もう数万円だけプラグインを買い足せば楽しい DTM をずっと続けられるのに、その初めのスタートを間違ったがために、もう難しくて嫌だ、曲を作ろうと思ってもなかなかできない、そういう方が多いです。ですから僕はこのようなやり方をやっています。そこで今日はテンプレートという話からスタートしたいと思います。テンプレートを作っておくということは、次の曲、また次の曲というのがとても早く作れるようになるからです。今画面にあるような構成をもう作っておくということです。それさえやっておけば、上にコードが書いてありますよね。このコードを書いてあるだけで、楽曲はもうなんとなく曲になったような雰囲気になっています。ちょっと聞いていただきましょう。はい、どうですか。このままそっくり真似をしてくれたら、最低でもこのようにだけはなるということです。ここを押さえていただきたいなと思います。一気にプラグインをお小遣いで買うということは難しいかもわかりませんが、キャンペーンがあるたびにお小遣いがたまったら、最低限このような構成にすればいいんではないかというお話をしていきます。ここで有料のプラグインというのは、基本的には U Jam を中心にお話ししています。ここにはスパークルというギターがあります。これは必ずスパークルじゃなくても、 U Jam にはいくつかのギターがあります。なぜ U Jam なのかというとですね、和音を指定するだけでフレーズを弾いてくれるというとっても簡単な仕組みがあるからです。ちょっとこのギターだけにしてみましょう。そうしましたら、他のパターンちょっとやってみますね。このようにですね、U Jam はフレーズパターンを選ぶだけでかなりたくさんのフレーズを弾いてくれます。まあ数ということでお見せしますが、このようなリストかける、ここにある12の音ですね、オクターブに合わせた音、
プラスここの約24の2オクターブ分、この組み合わせで音が鳴らせるということです。今日は難しいキースイッチのこと、その辺のところは少し置いておきます。何せこのように選択するだけで自分の好きなフレーズをチョイスできるという仕組みです。ですから僕はユージャムをおすすめするわけです。こういうギターに、あとはドラム、これがあるだけでこのようにこうなりますし、もしベースがあればはい、これでコードを切り替えるだけで、例えばこの Am を Em に変えてみましょう。 Em7 にしておきましょう。そうしましてこれを差し替えるだけです。これでコード進行を切り替えることができます。ベースもそしてギターも一緒に切り替わります。このようになるわけです。これ以上のことは組み合わせだけのことですので、どんなに DTM が苦手な方でもコードトラックの使える DAW とそして UJAM があればこういうことができるようになります。ちょっと話は元に戻って、もしピアノを持っていたとするならば、ここでピアノもオンにします。するとフレーズ変えます。このように変えれるわけです。そして僕は今ベースのロイヤルというベースを入れています。ドラムは必ずUJAMでなくてもいいと思います。なぜかというとループを入れてあるだけだからです。例えばUJAMではこの右側の鍵盤のどれかを押すとこのようにリズムが鳴ります。これを単に入れてあるだけです。そして複製しています。これでリズムを。このようにリズムのトラックができるわけです。そこでです、このトラック構成を見てください。各楽器がこのようにありますが、これだけはメロディーを入れるための空のトラックです。でもこのようにいくつかのインストゥルメントが入れてあるわけですけど、ここにはミディがありません。これは僕なりの工夫です。先ほども言いましたように、このトラックにはこのコードトラックを引っ張ってきて、このようにした白玉和音、こういう和音ですねが入っている。たったそれだけのことです。でもここでミディポリシャーというインストゥルメントを入れています。インストゥルメントと言いましても、これは音源ではなくって、このミディの音符をルーティングさせるためのものです。そして同じようなミディポリッシャーがもう一個だけあります。これはどうしてかと言いましたら、上側のトラックは入れてあるだけというものです。そして下側のトラックはここでオクターブ上がっています。12という数字になっていますので、プラス12音。いわゆる1オクターブ分上がったミディポリッシャーを仕込んであるわけです。そうしまして、楽器によって特性がありまして、例えばUJAMのこのギターは C3 の領域以上で和音を指定してくださいというふうになっています。楽器によっていろいろでして、UJAMの中でも今は少し隠してあるんですけれども、
シルクというようなインストゥルメントがあります。ユージャムシルクの方では C4 からの2オクターブ半というこういうコードエリアがあります。ですから C3 のものと C4 のものがあるのでミディポリッシャーを2つ作っています。この2つ目のミディポリッシャーは入力元ですね、これを1つ目のミディポリッシャー、これを指定してあるわけです。ですからこのトラックからここのトラックに回ってその後楽器のトラックに入っていっているというようなものです。このスパークルというソフトのインプットはこれですね、ミディポリッシャーの1個目、ここから入力しなさいというふうにしておくとできるようになっています。スタジオ1はちょっと特殊なミディのルーティングもできまして、このインストゥルメントの上にインプットというのがあるんですね。ここで指定してもいいわけです。ダイレクトインと言います。こういうふうに指定するとダイレクトにこのインストゥルメントに音が入ってくるようになります。注意することはこれです。このモニターをオンにしておかないと音がルーティングしないようになっていますので、このモニタースイッチを入れるのを忘れないでください。このように2つのミディポリッシャーのトラック、そしてユージャムのインストゥルメント、このようにしておいて、ここに GGGG と G ばっかり入っていますよね。これ何でもいいんですけれども、もうこのようにして入れておいて、どん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 こう変えていく。こういうふうにですね。早くするために一つの工夫です。そしてこのようにセクション分けもしてあります。初心者の方はこのセクションというのあまり使わないかもわからないんですが、このセクションはとっても便利です。オルトキーを押しながらこのように引っ張っていくとセクションごとコピーをしたりすることができます。便利ですね。ですからこのセクションも作っておきます。このように準備をしておきますと、あとはコード進行を入れ替えるだけで曲作りがほぼ完成します。ちょっとわざとユージャムじゃないエクスパンド2というプロツールスというDAW に標準搭載されていましたエクスパンド2が今はとても格安で売られています。1000円2000円で手に入りますので、これはとってもバリエーションの多いシンセサイダーです。僕は好んで使っています。ちょっとソロで聞いてみましょう。はい、今はアルペジオっぽいのばっかり選んでますが、こんなにたくさんのバリエーションがあります。こういうシンセサイダーが一つ二つあればさらにいいですね。このようなトラックを作れましたら、ファイルからテンプレートとして保存をしておけば、いつでもすぐにこの状態を呼び出すことができまして、そしてコードを変えたりしながら作れば、僕の場合でしたら30分以内でチャッチャッチャッとコードを入れて作ってしまいます。コード入れにアイデアが欲しい場合はスケーラーとかですね、そういうソフトも便利ですよね。コードがもうマンネリ化してきたらですね、そういうコードを入れるというのも一つです。次の機会はこれを使って実際実践的にメロディーを作っていって曲としての構成を完成させる、まあ2回の講座を見ていただくだけでもう曲作りはできるという
そういうレクチャーにしたいと思っています。次の機会も楽しみにしておいてください。村長スタジオでした。